本当に俺の実力がどんだけ真剣に生きてきてると思ってんだって。本当に諦めたことが別に全然ないんだからさ、基本ね、これひたすら努力しかしてないんだからさ、マジでそれやばいよ俺は、この体の大きさで。だってあの大きさだよ、ね、しかもみんな金持ちなんだよ、ね、年上とか、ね、そこまくっちゃってんだからさ俺なんて。みんな親戚の兄ちゃんたちだって俺に近づかないんだからさ。で奥山くんは俺の親戚の兄ちゃんたちみんな知ってる、小山三兄弟みんな知ってるけど、これ奥山くんダマだから、わかります？言っちゃいけないことになってんだからさ。奥山くんが蒲田の駅前に住んでてね、そのヤクザ系のこととか知らないと思う？知ってるに決まってんじゃん。お祭りとかだってあるんだしさ、ね、もうみんなあの分かってないアウトロー、バカな、バカ、本当にバカだから分かんないでしょうね。俺は正直に言ってんだよ。そんなの嘘でしょみたいなさ。そんなのあるわけないでしょみたいなさ。ね、お前らがバカで信じたくねえだけだろって。ね、俺は嘘とかつかない。踏切があります。努力が違すぎて全国通して1位なんか取れないでしょとかさ、もろい言ってたじゃないですか。何言ってんのね、皆さん。